よろししくお願いしますクラクですで、えっと、今回、えー、この場でお話をさせていただく時にあのお話し最初頂い,いた時にあのたくさんあるセッションのうちの一つの中でたくさんいる演者の中の一人として、えー、お話をすることになるのかなと思って、えー、気軽に引き受けたんですけどもこういうあの、えー、基調講演という形だっていうのを後で知って結構ビビったんですけど。 私自身はどちらかというと NGS に触れてっていうのはもう本当に今の立場今の職についてからの話ですので比較的自分のマインドとしては結構後発でコミュニティに入った気がしているんですけどこういう今回会でお話をさせていただくということでやっと仲間入りできたかなと思って名誉に思ってます。 でえー、ご招待どうも、えー、オーガナイザーの皆さん、ありがとうございますで、えっと、今日お話しさせていただく内容、まあ、今、サメ飼っているという話出ましたけど、その流れにちょっと乗ってイントロさせていただくと、ですね、あのー、皆さん、初日、ご存知か知らないですけど、あのー、夕方に、えー、千葉の館山で、えー、メガマウスが取れたという情報がありました。で えっと、残念ながら、昨日死んじゃったんですね、またこういうことをやると、日本は何やってんだってバッシングに、国際的にはなったりするんですが、えっと、まあ、あの、何を言いたいかというと、昨日の松原先生の話で、えっと、まあ、今、ツールを手にして、我々は目の前に広がった大きな世界、あのここから何やるんだろうと、何やれるんだろうと、そういう状況は、医療だけじゃなくて、 野生生物地球の状況いろいろ調べる方面でも似たような状態にいますというそういうことですで、えっと、私自身が今年の2月にアメリカで会議に一つ出てきました、まあ、単にあの丸腰で応募していただけなんですけども、まあ、BGI とあとはスミソニアン博物館の主催でいろんな分野の ゲノム研究者が集まった会議ですここで、えーまあ、BGI の社長が、えー、地球上の全部のゲノムを読,読んじゃおうかとそういう話をしたんですね、まあ、それがサイエンスに、えー、記事としてフィーチャーされています、まあ、それがあの賛同できるものなのか可能なものなのかそれはまあ皆さんお考えがあるでしょうけども、まあ、世の中の流れっていうのはこういうもう全部読んじゃおうとしかも今まで すで、えー、に多くの生き物についてデータベースに入っているようなあまあ,あの一部の生き物を除いてやっぱりスキャフォールド何千本にも分かれているようなゲノムではなくてもっと上目指そうというそういう,う話がされています。でその中で我々はじゃあえー、っとまああのー、日本で、えー、得られる情報はやはり本国アメリカよりは少ないと。その中で 世界に受け入れられるゲノム解析をどうやってやっていきましょうかとこれはやっぱりただごとじゃない話です。で、えっと、今日お話をするにあたって、まあ、できるだけここでしかできない話そして私にしかできない話どのぐらいあるか分かんないけどいろいろ練り上げた えこういう話題についてお話をしますで、まあ、タイトルに反モデル生物学と入れましたけどこの言葉は僕自身は実は初めて使いますでどこにも載ってませんで、えー、考えもまとまってない部分もありますしそんなの当たり前だよとおっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど聞いていただければと思いますで何、えー、かごちゃ混ぜなんですけど私自身は普段あのこういった2つのことに 時間を使っていますでえー、っとバラバラなんですが私の中では結構一体化してて、まあ、実際あのメンバーの時間の使い方とかあとは予算についてはきっちり分かれてますが、まあ、あの両方が回って、えー、一つのラボの活動という形で、えー、動いてるつもりです。でこういうバランスなんであの背負うことになったかっていう話ですけども。 あ,のあまり詳しくは、えー、っと入れてないんですが私自身はもともと兄弟の宮田隆先生のラボにいて分子系統学を学んでましたその時に、まあ、あの実験と言ってはいけないかもしれないんですけど当時、まあ、キャピラリーシーケンサーですねあのデジェネレートプライマー作って海面とかナメクジオとかヤツメウナギとかから、まあ、データベースに入ってないので仕方なく自分で取ろうとで、えー、それを系統中に、まあ、シーケンスして系統順に入れて。 ですねでその中で、まあ、調べた遺伝子、えー、機能も知りたいとなってそれで発生生物学の分野に入りました、えっと、神戸で立ち上がったばっかりの CDB の倉谷研究室に、えー、D1 の最後かな、えー、変な時に移ってでその後学位を取ってから、えーまあえっと、ゲノム進化学をお 始めて今に至るという感じですでえ発生生物学のラボにいた時に既に、まあ、あの周りのケアをしながらっていうのをやってたこともあって、まあ、それが今拡大して、まあ、センターあるいはまあ理,理研の全体の技術支援をやるという立場になっているとい自分としてはまあその時にもう始まってたかなという感覚です。でえー、その後 まあ、あ,のある意味普通のキャリアから言うと道を踏み外して、えー、いたんです、えっと、ドイツの田舎の大学で、えーまあ、5年間教員をしていましたで、えー、その時に、まあ、あの他のこともいっぱいやってたんですけど、えー、一つの仕事として、えー、アメリカの研究者が中心のヤツメウナギですねヤツメウナギの、まあ、日本にいない種ですけどウミヤツメっていう種の なかなかこれがすんなり進まなかったゲノムプロジェクトに参加することになってそれでえまあヨーロッパからは私だけだったんですけどもまあ電話会議でえやっぱり面白いのここじゃないかとでも論文通すにはこれが必要だよとかそういうえ議論をまあほぼ電話でえみんなとやってそれがなかなかあの技術とえまあそのえ組織の力で。 えー、切り開けるユニークな研究まだまだいろいろできるんじゃないかと思って、えーまあ、今のような仕事をしたいなと思っていたわけですで、まあ、この時にもうすでに何か自分の価値観はあひょっとしたら普通じゃなくなってて単に自分が頑張っていい研究だしあの論文にしてっていうこと以外の何か、まあ、達成感というか充実感というか何かそういうのを求めてたような気がします。で えっと、私自身は神戸で、うんまあ、2012年から今の仕事に就いたんですがその頃の神戸って、えっとまあ、この会の運営にも前から関わっていた二階堂さん春川さん入江さんあたりこれから階段駆け上る人たちがいい空気作ってですねあとは今二階堂県にいる林さん檀野さん笹川さんも、えーまあ、日々いろいろフラットにやり取りしててそれが。 いいいい土台に今もなって続いて続います私自身は着任して、まあ、それにいろいろちょっと上乗せするだけでよかったっていうハッピーな環境が整っていましたで今日お話しする中のコアファシリティの運営についての部分に入っていきますでファシリティといってもまああの昨日突,突撃隣のシーケンサーっていうセッションありましたけども あのちょっと言いましたけど私のところは共同利用国の共同利用の施設ではありませんで、えー、そこは正直まああの裁量として、えー、より自由なあポリシーのもとでやれる状況かなと思っていますでまあそれは、えっと、逆にあの共同利用でやってらっしゃる方は、えー、非常に重要な責務の中で えっとリスペクトに値する仕事だろうなと普段思っているわけです。で、私自身のところのファシリティの活動を簡単にま形、あ、式的にえっとまとめてあるんですけども、まあ細かいことは言いませんが、まあ今やっぱり一番大きなまああの技術支援とえっと研究に2つに上下で分けてありますけども、あの上の方の 枠の中で一番大きな比重を占めているのがやはり NGS ですで地味に裏であのサンガーシーケンスの依頼なんかも署内で引き受けてやっていますで活動のちょっとした紹介ですけどもまあいろいろやってきて結局思うのは、まあ、自分たちのところで親切心で引き受けてたくさんやるのはいいですけども結局、まあ、チームのキャパも限られていると。 そうなった時に我々のその普段、あの時間使っていることがどういう範囲にどういう形で広がっていくかって考えたらま、自分たちが汗水流すのは決していいことじゃないなと、そういうふうなことを思うわけです。で我々が何か種をまいて、いろんなところで、それが芽を出してさらに広がっていくという。そういうことをしなきゃ。やっぱりあの受け身であのはいやります。っていうのは？ 忠実かもしれなないいいですけど限度があるなととうことを思いま際にデータ解析の講習会だとかサンプル調整だとかあとは去年これは新しい試みだったんですけど秋に、まあ、あのたくさんは集まらなかったですけども何人か何箇所かの方を一緒に議論に巻き込んでコアのコアファシリティの運営ってどうしたらいいだろうっていう話をいろいろする機会を設けました。 え下に数字を出しましたけどもこれは決してあの僕らはたくさんやってますって言えるような数字ではないとは思いますあのここら辺見ていただいたらえまあ我々が一応プロジェクトと定義している単位の中のサンプルの数は決して多くないですねで大規模なプロジェクトを一点に引き受けるというよりは細かい小さなプロジェクトだけどカスタマイズが必要なもの 特に受託でやりにくいものを、えー、特にやっているというふうに、えー、思っています。まあ、それが実際あの所内にあるニーズなんですね。で、それにアダプ,アダプトしてやっています。で、特にあのー、遺伝子発現まあ、発生システムの研究遺伝子発現制御ってなるとエピゲノムの解析が必要になってきてで。まあ、あの私実際着任した時からこれを。 で,くりできるようにするのが一番のミッションだと言われて仕事を始めたわけです。で、えーまあ、あの周囲に平谷さんのラボなどあの、えー、ちょっとあの既存の方法の変法みたいな、えー、解析をされている方はいらっしゃいますのでそれに乗っかって、えー、データ取得効率の最適化について試みたりとかあとはチップセックについては あそうですね、いろいろ依頼を受けてあのやるときにできるだけ引き出しをたくさん持っておこうということで自分たちである程度抗体用意してサンプル用意して、えー、普段からいろんなことをあの試して研鑽、えー、積むっていうようなことをやって、まあ、これが、あのー、実際1ヶ月以内に多分オンラインで出るだろうっていう仕事なんですが、えー、八ツメうなぎ これは、ゲノム情報がすでに出ていましたこれはゼロひ私たちのところで読んだんではないんですけど、今、ゲノム情報と、まあ、生のサンプルがあれば、あとはもう抗体が必要な場合は抗体用意する必要はありますけどもあの、もうこういうエピゲノム情報が取れるわけですね、でこれをもうあの試して、プロトコールの紹介を兼ねて論文にしようということで進めていました、まあ、こういうことをやってきたわけです。で えっとまあ、できるだけ、えー、近い人にやっぱり利用してあの欲しいデータを取っていただくということが重要でしたので、まあ、あのそういう近い関係で顔が見える逃げられない状況でできるだけ多くの人をあ、まあ、ハッピーにするにはどうしたらいいかというのでこれもまたあの一部あのサイコロジカルなところもあるんですが、まあ、よく。 あのルーティンでやれるとこをやってくださいとか言われるんですけど、まあ、こういうスライドをよく見せるんですね一個一個結局 QC して後戻り時々してそれでやっていくもんだと一つの矢印で、えー、書けない、まあ、ボタンを押して最後まで行くわけじゃないというのが現実ですからこれを普段からあー伝えるということをできるだけ気にしてやっています。でまあ、いろいろやってる中で あの自分の大事なサンプル、まあ、サンプルの扱いもそうだしあと出てきたデータも我々が見るだけで本当にいいんですかともっと深いところ見れるんじゃないですかっていうことを思う一方でやはり整った手法を使わないとお、まあ、あるべきデータを得られないということも正しい。まあこれはだから、えー、依頼される方の状況によって どういうフォームでやるのがいいかどこまでやってもらってここから我々やりますとかそういうのを、えー、その都度決めてやっている感じです。あとあの基礎的な話になりますけどもでもいつも大事なで NGS 使うなら多分何やるにしても大事な話としてまあ一般化してお伝えしようと思うのはあの。 そうですね、あのいくつかのファクター、まあ、ここで3つ挙げますけども、まあ、どういうデータが欲しいかに従ってどういうシーケンスをするかそして更にさかのぼってどういうライブラリが適しているかということをちゃんと吟味して進めなきゃいけないと。で、えー、それに気にしなくても実際データは取れますがもしかしたら何か歪められたデータを見ている可能性があるんですが。 それに気づくことは後ででできないわけですねで、えっと、一つのファクターとしては、まあ、これあの同じ、えっと、ライブラリあ同じ RNA から由来した2つのライブラリですあの断片化の度合いを変えて、えー、わざとインサートサイズ長くしたり短くしたりできますとで PCR サイクル数も減らせるものならやっぱり減らしたいであとは、えー、短いところ、まあ、時には長いところ 分子をわざと削ってこういうライブラリの形を操ると増幅に関しては我々のところではトゥルーイルミナのトゥルセックの、えー、RNSEC a のライブラリプレップに関してですが、えー、トゥルーセックのライブラリープレップキットをつく使った時に、まあ、例えば1ナノグラムスター1マイクログラムスタートの時に6サ,6サイクルぐらいなら普通だなとかもっと少なかったら 10サイクル超えちゃうねとか、まあ、そういうのを感覚として持っていてで、えーまあ、その分アーティフィシャルな増幅のバイアスがかかっていることを、まあ、織り込み済みでやりましょうかとそういうことをしていますで、えっと、このそうです、ね、サイズセレクションに関してなんですけど特に我々やっていてこれもうやり込んだ人なら見えてきて当然だとは思うんですが、えー、これはまあ,ある論文で実際に紹介した例です えー、本当はもうちょっと左右伸ばしてみせればいいんですけど赤線があまあシーケンス前に調整したライブラリーを測ったときに得られた、えー、インサートの長さの分布ですで実際シーケンスしてみるとこの青い塗りつぶした領域が出てきたリードの分布なんですね、まあ、これつまり得,て得たペアドエンドリードをマッピングしてそれで インサ,ートサイズを後から出してますけど、えー、短い断片の方が優先的にシーケンスされると、まあ、これだからチューブとして自分持っているとこれをシーケンスにかけたらどうなるかっていうのはマシンの癖がやっぱりあって、えー、それを知った上で使わなきゃいけないですねまあ言ってみればあのここをサイズセレクションをあまりしてなかったら短いのがどんどん出てきて長いところが抜け落ちてしまうとそういうことが起きうるわけです で発言定量の時だったらこの影響はどうだろうかとデノボ r n s c だったらどうだろうかと、まあ、そういうのを一応考えを巡らしてから、えー、進める必要がありますねとそういう話ですええー、まあいろいろ大事なこと気にしなくていいこといろんなこと見えてきてそれをちょっと、えー、簡単に言葉にしてみましたえー、やっぱり大事なのは、まあ、とにかくアカデミアの、えー、データ生産拠点としてやっている限りはまあ 使えるデータを出さななきゃなとで使えるデータ、まあ、使える、まあ、成功するプロジェクトを,を増やすでそれはあの成功しなさそうなやつをはじくということではなくて早めからできるだけ、まあ、コンサルテーションを受けて実験デザインから提案していくということです。でやりながら一方でそういうカスタマイズしたケアをしようとしたら とにかく時間かかって手が負えなくなってくるということも現実でこれはもうやっぱり相手によってここはもう任しちゃおうっていう時はデータ解析は我々やりませんとかそういうことをその都度選んでやっていますでまああの気にしていることのいくつか特に、まあ、理想的にはこれ本当にあの可見非申請なんかするような時にはその申請の時からどういう人が加わるのか でまあ、あのメンバーの入れ替わりも当然ありますから最終的にその人がケアできないこともありますけどインフォマティクスの視点からどういう実験プロジェクトが、まあ、どういう実験デザインが妥当かというそういうことを、まあ、早めからケアして全体で包み込むようなケアをあのコンサルテーションをするということを気にしています。でああとといろんなことありますあのサンプル持ってきてもらうのに いつでもいいですって言っちゃダメだよと僕はいつもスタッフに言ってて、まあ、それはサンプルのためっていうのもあります万が一の時受け渡せないとあとはあのいつでもひあの暇であなたを待ってますってそれは結構あの心理的にあの対等な関係じゃなくなっていくからいいあのやめとこうよとそういう意味もありますでそれは単なる品格とかあのプライドの問題だけじゃなくてやっぱりフラットに話をする中で、えー、まあ あの単に受け身だと見えないことが見えてきてこうした方がいいですよっていう提案もしやすいし受け入れてもらえる可能性も上がるとそういうことです。あとあの、まあ、これは結局自分自身の、まあ、ピュアに自分が研究だけやってたときに論文なんていつ出るかあのそんな計画通り正直いかないですよね。 助けたあの人が論文書いてくれるそれが自分たちの成果になるとそれをあの頼りにあまりするもんじゃないなと思うわけですね、まあ、当然その,あの気持ちだけじゃ物事は、えー、バランス取れないわけですけども一方で、まあ、自分たちのリズムで自分たちのオリジナルな仕事もある程度進めながら、まあ、あの1年たってどれか論文になっているといいねとそういう目を増やすというようなことを気にしています。 でまあ、あとはあの日本オリジナルな情報は正直少ない業界ですからあできるだけあのこれはもうほんといろんなあのルートがありますけどもあの早めに、えー、こういうキットが出るとかそういう情報をつかもうと、まあ、いつもあの完全にできるわけではないんですけどケアはしています。でえっと、そうですね あの次のちょっと見せるスライドはもしかしたらちょっとショッキングかもしれないんですけどでもちょっと可愛く見せようと思うんですけど我々の経験したことからまあ特に別の,あのコアファシリティの方いらっしゃったら何か学んでいただければなと思って見せるんですけどこれはあくまでも想定の話です。こういうことあったらどうしますかっていうそういうことですけど研究の背景を教えてくださいと頼んできた人に対して言った時に。 ここういうふういふなこと言われたらあの何か特定の例ではないですよ。あのそれで前向きな話にして、えー、もらうためにあの、えーまあ、何か普段から心がけられることがあるかということで,で、まあ、私自身はまずあの頼む方の研究者の方に、えー、一つ多分言っておいてもいいかなと思うのは、まあ、あの何十件も やっていいるとと、まあ、本能的にいろんなあの価値基基準準うか判断基準ができてくるんです、ね、で、それでもう大体あの結果的にそれが正しいかとかあまりそういうことを、えー、言っても意味がないんですが最初の例えばコンタクトの時からあこれはこういうパターンかなとかこういうこと気にしなきゃなとか前にこんなことあったなってまあそんなのは勝手にあの見えるんですね。であのそれはいいとして、えっと、受け取る側の人たち えー、特にそうですねあの、えー、何かしらの判断の責任を持っている人にはやっぱり何か起きた時に、えー、どうしたらいいかって本当にあの準備をしておかれることを強くお勧めしますで私自身の場合やっぱりここが正直、えー、っと準備でき,たなできてなかったなと思うことがありましたのでお伝えをしておこうと思った次第ですで えっと不正っていうと自分は関係ないぞと思われる方多いと思うんですけど正直あの論文化する中であのもしかしたら50%ぐらいの割合であの高オースターシップとかの話になった時に例えば私だけじゃなくて実務をしたスタッフを入れてくださいとかあるいはこの人の名前抜けてますとかそういうことがまあ2分の1ぐらいの確率で実は起きててこれはまああの。 研究所の規定とか文科省の規定からいうと実は研究不正なんですね。でそういうこともあの身近な問題として、えー、っと気にしていただくのがいいかなと思ってます。で私自身の場合最後に書きましたけども結果を報告する時に実際に手を動かしたスタッフにあの一部説明してもらうとかあの横に座ってもらうとかそういうことをして、えーま、私だけじゃないですよと。 いで、えっとまあ、これあまりちょっとファシリティの話ばっかりになってくるんですけど、えっと、いくつか日々の悩みちょっと書いておきます。で、えっと、うちハイセックが2台あるんですけどあの、まあ、1台はバックアップのつもりで導入したんですが、えー、なかなかコンパクトなプロジェクトだけで埋まらないと。 でまあ、こういう時に実は自分自身の研究をやっていると特にまあゲノムシーケンスなんてとりあえずあの何の何ン読んでおこうと今回半連空いてるから入れとこうみたいなそういうので、えー、他の人のプロジェクトも待ち時間を減らすということを、えー、やっていますで。あとこれは決まったルートは結局ありませんというのが実情なんですがあまあ多分私だけの悩みではないですね。でも 経験よりもあのファスコアファシリティで実はあの仕事してみたいっていう人がいたら私自身はどれだけあ,のありがたいかななんて思うんですけどそういうことが起きてもいいかななんて思っています。でさっき言いましたけど、まあ、あの研究だけやっててもあの飯食えるかってやっぱりいつも不安はあって当然だと思うんですけど、えーまあ、じゃあ50%でやってくださいって言われた時に ここんんなな難しいいとはないんで,す、ね、でまあ私のラボでは最初からではないんですけど、まあ、技術系の、まあ、つまり技術の普及導入開発で成果を評価するっていうそういう職を導入しています。であとはこれは本当に現実的であの1月から3月依頼ばっかりなんであのかっこいいなんか開発ができるなと思ってもあのそれやってたらあのいつか ちょっとそんなことやってないで私のラボのやってよって言われるわけですね、まあ、そういうふうにならないようにしてるわけですがあのいろんなスレスレのバランスで成り立っていますであとはそうですね共同研究って言われてもあの共同研究って言ったら全部あの進むと思っている方が多いんですがあ人間の数は限られてますんでなかなか受け入れられないのもありますとであとこれはあの何か発展的な話題につながるとは あんんまり思ってはいないなですけど、まあ、日本では正直コアファシリティ同士でコミュニティ作って情報交換するみたいな流れはないですがアメリカには実はあのこういうまあ学会って多分読んでいいようなあのコミュニティがあってそこで例えばあのエクスペクテーションマネジメントっていう言葉が出てくるんですけどあの依頼者の期待をどうコントロールするかと。 というような心理学的なあのノウハウを議論するようなセッションもあったりします。でえちょっと入り込みすぎましたんでここからあのタイトルにも入れた反モデル生物学の話をします。と言ってもあ,のあまり深いとこまではいかないつもりです逆にあの進化ってあの普段あの身近じゃないと思っている方にもできるだけ何か得てもらえるような内容にしようと思って作りました。で えっとまあ、多分「判定ついたら何か反抗したいんだなってすぐ分かると思うんですけど、まあ、あのこういうことです。モモデルとか非モデルルととかかかって、まあ、あのどっかで議論になったりととかすするとは思うんで,すで、えー、よくよく考えてみると結局生き物をどうやって選んでるかって研究に使う生き物をどうやって選んでるかっていうと、まあ、あのその生き物に独特の何か特色がある時あるいは使いやすい時。 まあこのの時ってあんまりその生き物に愛情がないですよねであとはアイソロイテッドって書いたのこれはまあ多分変わりがきかないこいつちょっと抑えとかなきゃってまあ例えば何ですかね南蛇九十王だったり海面だったり、えーまあ、しますまあそういう時は大抵ユニークでもあるのかもしれないんですけどまあこういうくくりになるかなと思って、えー、書いてみました。であのー、ゲノム学 <laughs> うーまあ、配列情報いろいろ出てきてこれはあの身近な方はどのぐらいいらっしゃるか分かんないですけど例えばマウスに普段触れてる方でもどうもいろいろ見てるとなんかマウスは異常な哺乳類だねとか結構最近よく言われるんですけど、まあ、それは例えば分子系統樹なんか書いてる立場だともういつも月種類の配列は枝が長いと。 配列の,その置換の速度があの速いというのは普段から感じていることですけど核型を見たりいろんな面を見てもやっぱり血種類は特殊だといろんなことを見えてくるわけですね。で、えっと、これモデル生物、まあ、実験動物の場合ですけど例えばまああのヒューマンが研究対象の方、えー、まあこれはあの一概にもちろんみんなそう思うと思っているわけではないんですけど 人があたかも何かいろいろなものが集積されて最終形みたいなそんな考えをもし持っていらっしゃるようでしたらあ多分ゲノム情報をあのバイアスのない面で見るとまあ人もあの二次的な改変ってたくさん受けてるんですね。でえっとこの場合ですとまあ人だけじゃなくて哺乳類全体の話ですけどもまあ私自身が以前解析したパックスジンファミリーの メンバーについて書いてて書ますでここは分子系統樹によって4つのカテゴリーに分かれるとこれは脊椎動物の遺伝子についてですことが分かっていますで4610っていうのがいわゆる2ラウンドゲノム重複で脊椎動物の初期に分かれた4つ多分元はあったコピーのうちの残存する3つですで10っていうのはどうもペアドドメインを失っていると。 だけど結局いろんなゲノムを見てると10っていうのは、まあ、私のグループで2014年にやっと報告したんですけど哺乳類にはなないグループなんですね、まあ、この,あの横線が、えー、ゲノムから抜け落ちてるという意味です。でこのチェックがゲノムにありますという意味ですけども PAX6 はあ調べた生き物どれも持ってるんですが PAX10 は、まあ、なぜか哺乳類と鳥類にはないというそういうグループです。まあ、こういういのは いわゆる再節約的な遺伝子レパートリーの進化という意味では一番に思いつくシナリオではないんですがこういうことは調べればその気で調べればいくらでも出てくるんですねでつまり二次的に失ったとそういうことは時々ありますで、まあ、そういうこといろいろ加味してで、えっと、結局そのモデルとか代表種なんていうのは、まあ、あの生き物の多様性を受け入れればあのなくていいと。 というところにたどり着くわけですね。でまあ、こういうのはゲノム情報だったり、あとはそれを調べるための分子系統学まあ、あるいはその分子進化学のアプローチでえつ、ー、ぶさんに調べればわかることだということです。で、まあ、あの特定の種に注目することにはやはり限界がありますねと。で、まああのこういう方はあの分かってるよとおっしゃると思うんですけど、意外とこの考えが。 生物学全体には広がってないとそして意外とこれ説明するの難しいんですねでえっと反モデル生物学っていう私が掲げた言葉なんですけども、えー、結局、えー、まあどの種も時間をかけて、えー、進化してきた生き物だというのを、まあ、あのみんな頭では多分分かってるこれを実践しましょうという話です例えば簡単な例ここ八爪うウナギ1本だけ え何にも邪魔されずに進化してきたと言ったら赤の時点では八爪メウナギだったですねと簡単には思わないと思うんですけど結構そういうマインドってえ広がってしまっています。であとは人の祖先は一旦ニワトリだったとかその前ゼブラフィッシュだったとかそれはまあある意味あのアリストテレスの紀元前の時代の,あの進化というか生物多様性の考えで今はこうやって分岐を経て 枝分かれしてきたらそういうのがあのもうここで確信に入りますけど結局、まあ、さっき何、えー、ですかね結局これはあの否定されるっていう話でしたけどトマトが、えー、果樹植物の代表にならないかみたいなそういう話があって、えーまあ、まさにと思ったんですけどゼ、まあ、ブラフィッシュはディジーズモデルだとかいろいろありますが、まあ、結局別の種ですよね。で えー、モデルってどっかで限界が出てきま,すで、えー、まあどれかの種を取って、えー、哺乳類の代表だとかいうのはあまあちょっと言い過ぎだろうと、まあ、そうは言いながらもあの便利な種っていうのは当然ありますから、えー、依存しなきゃいけない部分は残るとは思います。でまあ,あの結果的にはあの時間軸を頭の中に描いてこういう枝分かれの 系統樹枝分かれしてきた桂頭樹を思い描きましょうというそういうのが私が、まあ、あの広めたいあの視点ですねあくまでも視点です。で、えっと、あまり深く言いませんけどいろんなところでこういう進化の考えはあ、まあ、生物学全体で役立つものとして使われていると言っていいと思います。で、えっと、私自身はこういうあの考えをまあ 研究者の人に対してもそうなんですけどもできるだけ、まあ、あの今ゲノムっていうキーワードでいろんなことを伝える、まあ、一環として一般の人にもいろいろ説明したりっていうことをしていますでここでちょっとしたエクササイズなんですけど、まあ、この中で例えば一番遠い関係って何でしょうとで、まあ、どれも例えば「あのあ、えー、哺乳類ですね」とか「鳥類ですね」とかいろいろ言えるんですけどまあ それも一つの見方ですね分類で攻めるとで他の見方として私やっぱり言いたいのは、えっとまあ、だから禁煙って言っても分かんないのでもうちょっと定量的に話をしましょうとそうなった時に、まあ、分子系統学に基づく分岐年代を持ち出せばいいとさっき出した3つのペアヒト、えー、マウスでニワトリウズラトカゲとヤモリこんな形になってます。だから一番古いのトカゲとヤモリですね でえー、この系統樹を出したついでに鳥、えー、類についてちょっと言及しますけども鳥っていうのは、えーまあ、よく哺乳類の比較としてなぜか一番に出てくるんですがこういう系統樹を見てると実は、まあ、哺乳類が分かれた時って爬虫類のような生き物だったんですね。爬爬虫虫類類が別のの、まあ、僕ら今知ってる爬虫類の いろんな広がりの中から二次的に恐竜が出てきてそこから鳥になったわけで哺乳類の直近として鳥を持ってくるっていうのはちょっと妥当じゃないんじゃないかと思われるわけですであの我々のところでは動物施設でヤモリの生態種類を配っているということもあってゲノムシーケンスを行いました、まあ、深入りしないですがここで特に重要だったのはこうこういう。 どのぐらいの人が把握されてるかわかんないんですけどメイトペアライブラリーっていうのを作って最終的にゲノムをスキャッフォールディングするっていうことをやってますでこの技術っていうのを私自身が結構その NGS に入っていく実は一番のきっかけというか後押しになったんですけど最適化するような努力をしてますプロトコール公開していますのでもしご興味あればご覧ください ちょっと時間を押してますので駆け足になりますが、えー、最後にサメの話に入りますでここでもあのメイトペアライブラリー作れるようになったっていうのが実は大きなあの後押しになりましたあのネクステラのメイトピアのキットっていうのは2013年になってから売られたキットなんですけどこれを活用させていただきましたで、えっと、サメの多様性を見た時にはまあ あのバンサイ類っていう、まあ、軟骨魚類の中で銀ザメを、えー、除いたグループですねが2つに分かれてエイ、えっと、とサメのグループが、まあ、認識できますそれぞれ単系統群ですでえっといろんな興味があって、まあ、私自身が一番魅力的だと思うのはあのもう誰もやってないっていうそれだけですで、えー、ただいろんな面で、えー、我々と何、まあの何かしらの関わり持ってると。 いうことが言えます。あの卵体性とか書きましたけども、胎盤を持っている種がいます。あの脊椎動物の中でなかなか哺乳類以外では限られています。で、えっとここら辺の興味って書いた部分ですけども、あのあらかじめ言われてたことがいくつかあって、で、えー、まあ、ゲノム実際見てみて、あの確かに進化速度は遅いっていうことが言えたり、であとはホックス C クラスターまるまる 失ってるっていう話があったんですけどこれはどうも間違っててクラスターがインタクトに残ってるわけじゃないんですけど残骸がどうもありそうですでゲノムサイズは、まあ、種によっては4ギガ場合によっては6ギガ超えるものもありますもっとでかいものもいますで、えっと、どうもそれは全ゲノム重複によって達成されたのじゃなさそうだっていうことを今までの解析で、えっと、感触を得ています。であとは えそうですねオプシンいわゆるカラーオプシンの類いはレパートリーが減ってるということは言われてましたけど確かにその通りでゲノムを見て種によってはロゾプシンしか持ってないという種もいました。で最初に出したメガマウスですけど実はあの幸運なことに去年あの大汗でえ上がった個体から断片組織断片もらって、えー、っとこれはあのここだけ。 これだけしか今ここで言わないですけどもあのゲノムシーケンス実はちょっとだけやり始めてます。で、えっと、今本腰入れてる種は、えっと、犬ザメという種です。でこれ卵の中今動いてるのが、えー、見ていただけると思いますけどこれ赤ちゃんですね。卵の殻、えー、ちょっとだけ表面見やすいように削って今中見えるようになってますけどもあのこんな卵を産みます。で、えー、イルミナだけでゲノムシーケンスをしまして えー、4 50かけちょいしか読んでないんですが、えー、N50 スキャッフォールドレングスが2メガ弱というところまで来ています。で、えっと、ゲノムサイズいろいろ調べてるんですけどもあのフローサイトメーターで見てみると4.75、まあ、ギガ弱ぐらいですねゲノムアッセンブリーがあー果たしてコンプリートかというと実際は開きがかなりありますけども、えー、コンプリートまああの なかなかあのよくつながったあのレベルと言っていいんではないかなというふうに思っています。でゲノム解析の全般的な、えー、手法ですけどもアッセンブリーについては、えー、プラタナスを使ってジ、えーンモデルは、えー、オーグストゥスでやっています。で、えー、技術的な話になるんですが我々のところでやってみて実はあの評価をするためのツールを使ってみたらなぜか 数字が上がらないということがありました。これ細かい話なんですけど、我々なりにいろいろトライをしてどうも本来見つかるつまりゲノムの中に入っているオーソログが検出法が甘いせいで拾えてないということが分かりました。そのせいで最適あのそのために我々独自で最適化をしてさらに我々独自で あの作り出したジーンセットを使ってもらえるようなウェブサーバーを作りましたので、まあ、別のもちろん動物群とかにも使えますので、えー、興味あればお使いくださいでえっとアッセンブリーの評価の結果なんですけども、まあ、あの評価方法によって、まあ、これプログラムとジーンセットですで評価方法によって数字が結構ばらつくっていうことを、えー、確認していますあのブスコ V1 っていうのは非常に、えー、数字が落ちますね ですで、えっと、非常にあのばらつきますので、まあ、どういう比較をやって何と,なり何と何なら比べていいかっていうことを慎重に、えー、見ることが非常に大事だと思います。で、えっと、他の生き物、えー、ジンベイザメについては、えー、ゲノムシーケンスは実は別のところでされていました。で我々は実は実、あのー、当時 えっと直接のコンタクトない段階で、えー、SRA のリードを取ってきて自前でアッセンブリーをしましたで、まあ、それなりの数字にはなったんですであ後,後に、あのーまあ、彼らとコミュニケートするようになって彼らが実はその後パックバイオのアッセンブリーを出してでそれを我々なりに評価をしているところです。で あのこういうのを見ると、どこの側面見るかによってどっちがいいってなかなか単純じゃないケースがあるんですね。まあパックバイオでやるからギャップは確かにないとだけど N50 こっちの方がいいとそういうことが生じるんですね。あの側面によって見えてくるものが違うので注意が必要ですという例に過ぎません。で、ただこれに関してはあの翌日に違いが出た。 でお願いします如実、はい、<laughs> に違いが出たあの側面としては、えっと、これリピートのダイバージェンスゲノム内の、えー、リピートのダイバージェンスを調べてるんですが、えー、特定の時期に増えた特定の種類のリピートの検出感度が全然違ったなということが見えてますつまりイルミナベースだとそこがあのコラプスされてしまってアッセンブリーに参加してないということが言えると思います。でえっと、最後巻きでいきますけど さらに別の方法で改善しようということでダブテールのシカゴと今まだアイリスは情報結果得てないんですがシカゴの犬ザメの結果を最後にお見せしますでダブテールっていうのはこのありつぎっていう意味なんですねこの組み合わせ方法つまりつないでいくっていうことなんですけどトミーデジタルさんに協力していただいてええ 改善を試みましたで数字がこういうふうになっていて確かに、まあ、N50 は非常に上がりますで遺伝子のカバー率もかなり上がりますで一方でちょっといろいろ見ていて気づいたことは、えー、そうですねあの特定の、まあ、正直あまりつながってなかったやつがどのぐらいつながったかみたいなそういう例なんですがこれちょっと見にくいですが上の配列は全部途切れてるんですねこういうところで。で 12本合わさって1個の 31kg のスキャッフォールドにダブテール後に改善はされていますけども、まあ、いくつかちょっと気になることがあって1つはこのハイライズっていうダブテールのアルゴリズムには1キロ以下のスキャッフォールドが入れられないのでそれをまず除いて最後ハイライズが出したやつとジョイントして結果として出てきますそこをちょっと注意が必要で,であとはこのつながったところですね あの実際の長さを反映しているのではなくていつも100ベース我々が得たアッセンブリの場合は100ベース間に入れてつなげるっていうことをしているようでこの点がまあトータルアッセンブリサイズなんかはあの実際の値とかなりずれてくるようなファクターかなというふうに思っています。で最後の最後ですけどもまとめとあと私自身がちょっと今思うこととして、まあ、NGS 全体のことを考えた時に、まあ、やはり えーまあ、ゲノミクスについての、えー、初期教育う医療の方の発展もそうですけども、あのー、どんどん手こ入れをする必要がある,なあるだろうなということとあとは、まあ、NGS、まあ、うまく使うということですねあのいろんな人から意見聞いて、えー、もっと安くできるとかこうした方がデータ取れるとかそういうことを気にしましょうということとあとはそうですで、ね、に動いている ファシリティ、まあ、動いてないところはもちろんですけど動いてるところもあのどういうふうに健全にあの運営して利用できるかっていうことを、えー、知恵を振り絞っていければなというふうに思ってますで、えっと、発表させていただいた成果はいろんな方の協力で成り立っていることを最後にお伝えします長くなりましたけどご清聴ありがとうございました